シャドーバースやりますか。ちょっとまだね止まっちゃうんですけども、シャドーバーはまだまだシャドーバー止まっちゃうんですけども、っていうかさ、デッキも変えよっかな。俺もまだねなんでもいいんだけど、エレメンタラー引こうかな。大量に引きます。少々お待ちください。みんなちゃんとカードバッグ引いてる？カードバッグ引かないとその能力持ったキャラ引けないからね。もうクリスタル溜まりすぎてるから、もういくらでもあと200回ぐらい来てるね。これデッキ編成触ってないのみんな。触ってね、これ。今はちょっとカードゲーム自体が分かりやすいようにいろんなシンプルなカードしか置いてないけども、この先どん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 いろんなカードが追加されるんでね。よし、とりあえずこれでいっか。で、デッキ編成。デッキ編成機能確かにむずいよな。もう1のやつ全部外そう。もう強いキャラしか、強いキャラデッキにしようかな俺。554455545そうだね。これ攻撃力強いやつ揃えてきゃ勝ちだろこれ。デッキ編成意味ないと見せかけて、逆に邪道があるから、その急にめっちゃコスト高い敵、高いフォロワー出すことができるから、意外にこれデッキ編成めっちゃ大事なんだよね。いやもう最初からもうめっちゃ強いキャラを手札に置いといて、で出す。 OK、 これだったら相当強いんじゃない？いきます。でも今は止まるね、確かにね。まあ来週までちょっと待っててください皆さん。でもまあ試合が長引かなかったらそうだね、もう2いらないなあ。でもこいつもいらねえな。でまずやるべきことは、相手のターンにもこれを出します。これはもうバレてもいいですよ。どうぞ指摘してください。はい、場に出しましたが、この場に出したフォロワーはもう残るんで、もうあれどうした？何もしないよ、残念。もう俺はこのゲーム相当考察したんで。うわっ、バカがそれはやりすぎだ。捨てた？ちょっと待って。どうした？うわ、どうした今。ちゃんと見ときゃよかった。こっそり捨てたでしょ。うわー、ダリー。手札に入れたんだ。だる。ちょっと待てよ。何も出んな。もういい、カード引こう。バレんなよ、バレんなよ、バレんなよ。432いかれだ。1 0バレてない、バレてない。バレてないね。オーケー成立。134は雑魚だな。カード引く前にこっそり出します。こっそり出して、バレてないバレてない。あ、バレた。カード引いたかどうか見てるな。ちくしょう見てんな、見てんな、しっかり見てんな。でもこれは消せないからな。コスト2のキャラ出します。普通に出します。これは邪道じゃないです。なんかしそうだな。なんか捨てんじゃない、捨てんじゃない、なんかしそうだな。しない。相手の体力奪うか。バレる、バレないか。オーケー。バレるな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 。オーケー。終わります、このターン。次のターンめっちゃ強いよ。13点いくよ。もう普通に処理された。普通にシャドバやりやがってこいつ。普通にシャドバやってくんなよ。時効は10秒です。10秒間の間にバレなければ時効成立。逆にこっちは邪道した方は10秒間何もできません。他の行動が。ピッピさんね、なんかしそうだね、なんかしそうだね、なんかすんだろお前。今何した？これじゃない？よし！ざまー、マジざまー。こっからはね、指摘も怖いんですよ。これ指摘めっちゃむずいんですよ。これ指摘で間違ってたらイエローカード食らって自分も負けるんで、イエローカード3つもらったら負けなんですよ、このゲームね。で指摘する側が全く的外れなしするとイエローカードになっちゃうんですよ。だから今指摘する側もめっちゃ怖いです。うわ、ちょっと待って、普通にシャドバすんなって。普通に負けそうだな。いや、普通のシャドバだともうこれ勝てないんだな。邪道化してきて勝とう。邪道化、相手が邪道してくるとだいぶ熱いよ。あ、バレた。あ、相手フリーズで止まったんじゃない？なんで俺勝ったんだ今。バグか、相手が回線落ちたか。イエーイ、バグ勝ち。バグで勝つ男。いやでもこれバグなくなったらマジ面白いな、このゲーム。これでもマジで今ね、今ちょっとバグとかフリーズが多くて、まだこの面白さ、このゲームの面白さのなんか進化が見えてないと思うんですけども、これちゃんと直してたら結構なゲームになれそうなんだよな。ね、これマジで面白そうですよね、このゲーム。あ、ゆめみさんやってんだ。ちょっと待って、これ、ね、いろんなね、今著名人がねちょっと邪道場やってくれてて嬉しいんですけども、何せまだバグが多いもんですから、うん、まあ、こっからですね、このゲームは。